セロ、シリルはアメリカ合衆国のロサンゼルス生まれのプロマジシャン。クロースアップマジックからステージマジックまで幅広いジャンルをこなす。2007年マジシャンオブザイヤーを受賞した。海外ではシリル高山名義で活動している。10歳の時から始めたマジックの才能が開花し、12歳でマジックキャッスルジュニアメンバー、フューチャースターの経歴を持つ。 15歳の時に学校を強制退学、16歳の時には自主退学したことをマジックにて明かしている。セロの行動を問題視した父は彼を日本に送ろうと考えたが、乗り継ぎだった東京にて逃亡を図り、以降ストリートパフォーマーとして貧困生活を送る。日本国内のマジック団体に加盟しようと試みたものの、よそ者扱いされ断念。十七歳の時、 裕福な日本人ビジネスマンに気に入られ、ホテルにてウェディングなどで短時間のパフォーマンスを行うようになる。1994年に19歳でフィザム横浜大会でイリュージョン部門1位を受賞した。2004年よりフジテレビ系列でマジック革命、セロガスタート。2008年デビッド・マメットが監督した充実映画レッドベルトに出演。 同年5月31日に埼玉スーパーアリーナで開催された MTV ビデオミュージックアワーズジャパン2008の司会を担当。現在ではパートナーのジェーンと共にセロジェーンとしても活動。アメリカ、アジア、ヨーロッパを中心に興行している。メディア媒体での活躍としてはアメリカで X ・ファイルズシリーズのマジック監修、主演。 日本では特集番組が何度か組まれている。父親が日本人で母親がモロッコ系フランス人。父親の出身地である沖縄県亡き人村で2歳から4歳まで祖母に育てられた。ロサンゼルスに戻った後も小学生時代は夏休みを祖母宅で過ごし、小学6年の時には日本の小学校にわずか19日間だが通学していた。 日本に滞在していた時期が長いことから、日本語は堪能である。出早しは、ポール・オーケン・ホールド、レディー、ステディ・ゴー・マジックの革新に迫る時には、サプライズ、と発するのが恒例。壁からハンバーガーを出すこともできる。ありがとうございます。